ニュースをお伝えします。敬愛する金正恩総書記が朝鮮社会主義女性同盟第7回大会の参加者に、女性同盟は朝鮮式社会主義の前進発展を促進する強力な舞台になろうという書簡を送ってから1年になることを受けての研究討論会が20日女性会館で行われました。女性同盟中央委員会と平壌市内の女性同盟の活動家、女性同盟員が参加しました。討論会では総書記の歴史的な書簡に示された思想理論の正しさと科学性、生命力を掘り下げて解説した論文が発表されました。発言者たちは、金正恩総書記の綱領となる書簡は朝鮮の女性運動の誇らしい歴史と伝統を変わることなく固守し、社会主義建設の新たな高揚期、激変期を開いていく聖なる戦いで、女性同盟組織の役割を一層高めるための方向と方法が明言された不滅の旗印だと強調しました。朝鮮労働党中央委員会の活動家、その家族に次いで内閣と各省、主要機関の従業員も伝染病を患うファンヘイ南道の人たちへの支援にこぞって参加しています。内閣と各省、主要機関の従業員は患者の治療と生活安定に必要な多くの医薬品と食品、生活用品を用意しました。真心こもる支援物資はファンヘイ南道の伝染病の発生地域に次々と届いています。各地の保健医療従事者は国の安全と人民の生命健康をしっかり守るための非常防疫の前哨で指導的、責任的、献身的な精神を発揮しています。保健医療部門では非常防疫部門との緊密な連携のもとに科学的な治療戦術と方法の提出と企画化、そして治療ガイドラインの絶え間ない見直しで治療と予防関係の人たちが移り変わる貿易状況に効率的に対応できるよう実務上の対策を追いつかせています。ファンヘイ南道に駐派されたキムマンユ病院と奥流小児病院などと地元の保健医療従事者は急性腸内伝染病の拡散ルートと根源をあくまで解明し遮断して抑止消滅するとともに、季節病の発生と拡散を防ぐための予防対策を次々と講じています。各保健医療部門の人たちは瞬間の暗日と油断、方針と緩慢を徹底的に排撃し、国が立てた医療ケアシステムのフル稼働により治療で成果を達成しています。保健省直轄の病院に組まれた迅速後遺診断チームはオンライン医療ケアシステムを通じて地方の病院で刻々と持ち出される懸案をまとめて分析したのに基づいて、期日上の援助と正しい治療対策をその都度立てています。平壌と各道市郡の医療従事者は地元で伝染病を経過しなかったり基礎的な疾病を患っている人、わけでも年寄りと子ども、妊産婦などの観察を強め、ダブル症状を発見する次第専門家の治療対策を講じています。各非常防疫機関に組み込まれた迅速診断治療チームは24時間のスクランブル状態を維持し、関係機関との密接な連携のもとに感染者の正確な診断と構想、治療などを用意周到に行っています。全国的に毎日120万人以上の医療従事者と衛生アクティブが協力し援助し合って、患者の正確な診断と治療で迅速さと機動性を保ち献身的に努力している中、全壊した人の数が日増しに増えています。国家非常防疫司令部が通報したところによりますと、6月19日18時から6月20日18時まで全国的に1万7250人以上の発熱者が新しく生じ、1万9520人以上が全壊しました。この4月末から6月20日18時現在まで生じた全国的な発熱者の総数は465万7190人以上で、 99.37% に当たる462万7840人以上が全壊し、
0.628% に当たる29,270人以上が治療中です。全国的なオンライン医療ケアシステムが24時間稼働しています。これに合わせて各地の保健医療機関ではオンライン医療ケアシステムを利用してリアルタイムで後遺診断を下し、患者を全快させるために励んでいます。保健省ではオンライン医療ケアのレベルを一段と引き上げるための協議を真摯に行い、全国のすべての李人民病院、李診療所の便益を図って、市郡だけでなく、平壌の専門病院にもアクセスしてカンファレンスを持ち、治療法を伝授するための企画に取り掛かっています。保健医療部門では、オンライン医療ケアシステムをさらに完備して、いかなる保健機器の状況下でも、人民の生命と健康を裏付けるための医療ケアを行っています。ハムギョン南道のクムヤ地区に水路が新しく建設されました。クムヤ川を水源とするこの水路は長さが40km以上で、クムヤ郡の10余りの農場の4000ヘクタール以上の田畑に農業用水を送る自然に流れる方式の灌漑システムです。水路の建設により、クムヤ川の豊かな水源を効果的に利用して、活水域にも安全な農業を営める灌漑システムが構築され、毎年用水動力に消費されていた数百万キロワットアワーの電力と用水設備を使わずに等の農業生産を増やすことが可能になりました。平壌市のファソン地区の1万世帯の住宅建設現場で、各地を中央機関の芸能宣伝隊の生産コブ活動が連日行われています。青年中央芸能宣伝隊の人たちは、宣伝カーや手旗などを用いた芸能宣伝を活発に行って、建設者を励まし、人民に尽くす党中央の気高い意志を破損地区に堅実で花咲かせる建設参加者の中心を持たせています。女性同盟中央芸能宣伝隊と平壌建設委員会芸能宣伝隊なども斬新で多彩なコブ活動で建設者を異軍の創造へと励ましています。偉大な金正日国防委員長の朝鮮労働党中央委員会での活動開始58周年に際して、ラオスのマスメディアに特集が載りました。各メディアは太陽のように明るく微笑む金正日国防委員長の写真を載せています。ラオス通信社のホームページは、金正日国防委員長は朝鮮労働党を導く全過程に党を名実ともに指導者の党に建設することを最も重要な課題とし、立派に実現したとし、国防委員長の党建設の業績に詳しく触れています。ピエンチャンマイ氏は、世界の進歩的人民は独創的な思想理論と非凡な指導で労働者階級の革命的党建設の輝かしい模範を示した金正日国防委員長の業績を熱く称え、金日成主席が創立し金正日国防委員長が導いてきた朝鮮労働党は、金正恩総書記によって朝鮮革命の参謀部としての尊厳と意欲を発していると述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。シン・ヨンギルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。モデルケースの農場に作る茶東区域チャンチョン野菜専門共同農場は、朝鮮でハウス野菜の故郷だといえます。30年前からハウス野菜を手掛けています。指定103年2014年6月、敬愛する金正恩総書記はここ茶東区域チャンチョン野菜専門共同農場を訪れました。当時のことを李平庸文組長のお話で聞いてください。그무도날김연희청구조동지께서우리농장을쳐다주시는정말반갑습니다무시아세이시니김정은소식이가농장을訪れるとは考え及ばなかったことです
農場の野菜農業の実態をつぶさに把握した総書記は、野菜ハウスを大々的に建設し奨励するのは、真冬にも人々にキュウリとトマト、春菊、チサのような新鮮な野菜をふんだんに食べさせるためだ。山頂野菜専門共同農場をハウス野菜農業のモデルになる農場に作り、その経験を国中に一般化するのが良さそうだと言いました。農場を訪れた後も総書記は忙しい中、何度も建設の完成予想案を指導し、建設での懸案を全て解決してやりました。農場は1年足らずの間に姿を一新しました。慶福4年、2015年6月、再び農場を訪れた総書記は、すっかり変わった農場を見ると一幅の絵のようだと喜びに満ちて言いました。この日総書記はハウスも詳しく見て、農場が野菜の非売管理と生産でも国中のモデルにならなければならない、野菜生産の科学化集約化の水準をさらに高めること、最新科学技術を積極的に受け入れ、優良品種多量収穫品種の野菜を広く栽培すること、農場員を野菜博士、農産博士に育てることなどを詳しく教えました。今、サドン区域山頂野菜専門共同農場はハウス野菜の生産のモデルケース、国中の手本となっています。モデルケースの農場に作る、高大氏と話しました。清らかな心、この5月は北部にとってとても苦しい日々でした。でも人民軍が貿易大戦の先頭に立っており、皆が助け合いいたわり合ったので、落ち込んでいる人は一人もいませんでした。どこでも美談が生まれましたが、少年団員の立派な行いについての話も多く聞こえました。平壌の準区域リュソン小学校の生徒であるション・ユソンさんとパク・ヒョンさんはいとこ同士です。一家の人皆が熱病を患いましたが、国から届いた薬品と医療従事者の世話によってすぐ床上げをしました。その時、生後6ヶ月しかならない重症も発熱したため、家族の皆が心配しました。聖母のおばが薬局から持ってきた薬を使ってついに熱が下がりました。するとおばは息を入れてから薬局でやった軍医たちについて話すのでした。夜中にも訪ねる住民を待って玄関の前で眠気を覚ましていたその姿、気が気でなくて夜にもかかわらず何度も薬局を出入りしたが、その度に親切に接してくれ、薬を手渡してその使い方も詳しく教えてくれたとのことでした。放送からも軍人たちについての感動深い話を毎日のように聞いていたチュンさんとパクさんは、なんとか助けたい思いに駆られました。すでにサムジョン市の建設を心尽くしで支援するなど良いことを多くしました。国の北部が自然災害に見舞われた2年前の時は、その復旧のため一つずつ良いことをしようと手紙を書いて市内の少年団員に呼びかけました。チョンさんとパクさんのお話です。少しでも助けになったらと思って、エソンと私は励ましの手紙を書いて人民軍のおじさんたちに送りました。私たちはこれからも勉強と組織生活に熱心になり、良いことも多くして立派な生徒になるつもりです。
二人だけではありません。農村のある生徒は自分の思いを詩に書いて送り、また地方都市のある生徒は軍人たちを描いた絵を送りました。人民軍軍医のホン・ギョンチョルさんはこう話します。매일같이감사편지감사의전화들이계속오고있는데그때마다다른그편지毎日のように感謝の手紙と電話がやってきます。他の手紙よりも子供たちの手紙を受けるときが一番感動的で力になり、思わず涙が出ます。軍人としての誇りを感じ、疲れを知らずに働いています。もっと精を出して働かなければと思い、国と人民のために奉仕しようと心に決めます。手紙から子供たちの清らかな心を読んで大きい力を得ると、軍人たちは言っています。清らかな心、高台氏と話しました。